スイキャスから来てくれた人いますか。お疲れ様です。いや、パチプロじゃないですよ。もうボロボロです。発煙ガス、もうちょっとボロボロです。非常に今日こんな予定じゃなかったんですけど、非常にいい、さらにきつくなりましたね。マジでないわシンフォギア、クソすぎるだろう。7で続かないで、もうびっくりした。仮装しないよ。こんばんは、ジュンさん。じゃあまあ、ちょっとツイキャスの話は置いといて、ちょっと重大発表、超重大発表を本来ならば、あの、元気満々で言おうと思ったんですけど、ちょっと今負けてしまったんで、あんまいいに、まあ、ちょっと元気がなくなっちゃったんですけど、モヒカンはちょっと、モヒカン待ってよ。モヒカンはあれだから、クリさんに今日返せなかったら、あの、モヒカンにしよう、モヒカンにしなきゃいけないんですけど、ただその迷ってるのは、あの、迷ってるっていうか、本来ならもうあれなんですけど、負けてしまったって。いや、ちょっとパチンコ配信してたんでね、さっきまで。モヒカン確定してる。いや、まあ確かに正直言って、もちょっとね、あれなんですけど、払ったらあれなんですけど、まあ、本来は払わなきゃいけないんですけど、いや、ちょっと大したことだったんですけど、ちょっと非常に説明しにくくなりました。超重大発表、ちょっともうそんな、ちょっとこれ延長できないんで、延長できないって、これ延長アイテムあれないんでね、あの、全部やっちゃったんで、よかったら、クマちゃんでもハートでも1個でも投げてください。延長アイテム1枠分だけでもお願いします。1枠分だけでもお願いします。ちょっと延長30分しか、30分で枠切れちゃうんで。 ありがとうございます、柴さん。あ、延長だ。これ延長できる。これ途中でできるんでね。ありがとうございます。いや、30分じゃ終わる話じゃないから、俺、本当にもう、今回は、覚悟はっていう言葉だから、ちょっともう、正直言って、あの、ちょっとこの流れではパチンコをね、負けて言えない、ちょっとテンション下がって言いにくいんだけど、あ、クマちゃんありがとうございます。ありがとうございます。メガホンありがとうございます。ちょっと超重大発表、もうちょっとで言います。10分で言います。超重大発表10分で言います。ちょっとバイクなんで怒られちゃうかな、これ駐車場で。まあいいや、終わったら帰るか。こんばんは。ああ、ありがとうございます。いや、ちょっとあと5分。もう言うか、引っ張ってもしょうがないから。まあちょっと、じゃあ言いますよ。ご存知の通り、ちょっと、まだ正直でスケロクちゃんと仲直りできてないんですが、
できてないんですけど、ちょっと今ね、ちょっとスケロクちゃんと仲直りのために本来ならばどっか連れてってあげたりしたかったんですけど、ちょっとできなくて、まあユニバとかは俺言ってないんだけど、ユニバとかは言ってないんだけど、まあどっかしらね、ちょっと連れて行かないといけないんですけど、連れて行けないといけないというか、連れて行きたいというか、仲直りできてないんでね、仲直り全くできてないんで、クッキーも食って食べてもらってないんで、ね、非常にちょっと良くない状況なんですけど、良くない状況の中で、俺も頭がおかしくなったのか、ちょっと考え方を変えました。かなり考え方を、俺は本来は何なのかと、俺って本来何なのかって考え方が変わりました。今回俺の最大の超重大発表、覚悟の上で言います。これ以上スケロクちゃんを不幸せにしたくない、そういう思いで俺は今回覚悟で、今回覚悟の上で、あとしかもいろいろあります。ちょっとまあいろいろもう俺もちょっと本人に伝えたんで、今回なんと助六ちゃんのユニバ代かなんか旅行代というか遊び代を稼ぐために、俺は FX を復活します。本来の俺は何なのかと考えたときに、 FX をやらずして俺は何なのか、しかも今回かなり条件厳しいです。今回俺に厳しい条件として、今回黙って FX を復活するわけじゃないです、正直言って。まあしかも資金そんなできないんで、3万しかできません。3万を6万とか10万に増やして遊びに連れてきます、うん、しかしロスカットや今回負けた場合何をするかというと、かなり厳しい条件というか、もう俺も本人に言ったらそう言われたんで、もう飲むしかありませんでしたけど、今回負けたら、だからもう命がけでやろうと思ってます。絶対負けないように。今回俺が負けたら、なんと俺がもう嫌気がさすほど嫌がってるよっさんに会っても何も文句言いません。何も文句言わないし、指をくわえて待ってるという条件のもとに、だから絶対、負けたくないという、うん、いやいや絶対無理だよ。いや、しょうもなくないわ。一番嫌なことだわ。でも俺が勝った場合絶対合わせないし、
何一つ文句を言わせない、うん、何も文句言わせない。いやちょっと資金的にそんなあのもう3万ぐらいしか余裕が なかったんですけど、もうできないので。いや期限って、いや予算が来るまで、予算が来るのが12日なので、それまでになんとか俺は稼がないといけない。予算が来るのが12日なんで、12日までに俺はユニバ代かあのなんかどっか行くお金を稼いで黙らせないといけない。いや予算に合うなんて嫌だよ。なんでそうなる。いや今回はマジで勝つ、負けたらもう俺は予算にあっても何にも文句が言えないので。いくら稼ぐって、いや 3万ぐらい増やせばいい。いや配信外ではやらないです。今回ちょっと今あのちょっと相談したあの相談してしたっていうかあの喧嘩中なんですけど、インターネットがないんで、インターネットだけでも貸してくれないかということで。ただし負けた場合はあの予算が あのスケロクさんがもう予算とあっていいってことだねってブチ切れてたんで、あの今回俺の勝手な判断でやりますけども、どうですかね、やめた方がいいですかね、スケロクさんに切られますかね、スケロクさんにあの切られますかね、さらにやめた方がいいですかね。でも俺もうこの手段しかないっすよ、もうこの手段しか俺は浮かばないんだ。いや勝てばあの条件、いや俺も条件で言ったんだけど、勝ったらマジであの人あの何にも言わせない。あと あのどっか連れていくか、うん、いやさらにちょっと増やしたらクリさんに返せる分もね増えるので、一石二鳥。まあ今回ちょっとあの今日パチンコ負けると思わなかったんでちょっと予定が狂いましたけど、やめた方がいいですかね、どうですかね、勝てますかね、俺 FX 勝てますかね。ギャンブルした上に、いやだから今日は負けるつもりなかったし、払うつもりあったんだよ、払うつもりあったんだよ今日は。FX は勝てると思ってる。重大発表だよ。俺のもう絶対にやらないと思ってた、もうやっぱり FX しかもう俺には返せる道がない、うん、いや勝てる自信は大いにあります今回。だって絶対に負けれない条件だから、絶対負けれないから、よっさんにねイチャイチャされても何の文句も言えないんだよ俺は、うん、もう何一つ口に出せないんだよ負けたら、負けたら発狂もできないし、指をくわえて見てることしかできない。だから絶対に負けれない、絶対に負けれない。え念の、いや音カジはやらないです。だから軍資金はちょっと
お金ないので3万円しかできません。3万円で勝負します。いやイチャイチャ、いや違う、スケロクチャーしないかもしれないけど、ヨッサンからしてくるじゃん、明らかに。ヨッサンから絶対するじゃん、俺は見えてるんだよ。ヨッサンからイチャイチャするのを見えてる。だから俺は生かしたくないんだけど、生かしたくないんだけど、じゃあどこも連れていけないしね、今マウント取られてんだよ、ヨッサンにね。俺だったらディズニー連れてくとかさ、俺言われてもできないんだよ、今連れてけることができないんだよ。だから俺は俺の得意分野 FX でそのどっか行くお金を手にして黙らせるよ、ヨッサンを。ヨッサンとスケロクさんを黙らせて本来の俺の力を見せて、うん、いや今マジでないんだよ、ないから。ちょっと元手は少ないですけど、多分ボーナス入れれば勝てると思うんで。いやあのね、今の相場マジで勝てる、今の相場マジで勝てる。だから俺自信あります、今回もしそうなら。予算だって受け入れることできなくない、え、もしそうだったら。いやだからもうかなり怒、あのかなり言われたよ、 FX だってスケロクさん嫌がってるし、まだ仲直りもしてないのに、何を頭おかしいこと言ってんだと思われたと思うんだけど、上か下か多く勝てるから。いや今回マジでクリさん、俺負けないようにするから、あのバカみたいにしないから、本当にマジで負けたからね。だってもうこんなにみんなに公言してるから、俺負けてヨッサンのことねぐちぐち言ってたら、あのもう何も言えないからね。今回はマジで、かでも勝ったら俺は言わせてもらうよ、勝ったら俺は言わせてもらう、男の意見として。いや日雇い、いや普通に働けばいいじゃんって思うかもしれないけど、そうじゃないんだ。俺の本来の姿は何だったと考えたところ、俺は忘れてたんだよ、なんで FX やってないんだって、なんで FX をやめてるんだって。じゃあ今まで俺は何してきたんだって、うん、俺は何して配信してきたんだって思ったら、答えは FX しかしてないんだよ、ギャンブルしかしてきてないんだよ俺は。それをやめたら抜け殻だよ、セミの。だから負けなきゃいいんだよ、負けてたからいけないんだよ。もうこれから勝てる配信者になればいいんだ。だから俺は今回もう覚悟の上でリスクっていうか、今回罰ゲームもある、罰ゲームっていうか予算に合わせなきゃいけないという罰ゲームがあるんで、ちょっと今回は頑張ります。でも12日までに勝たないと予算が来てしまうので、勝てば、いや勝てる、いや勝つ、絶対勝ついますよ俺マジで今回は。だって正直で負けたら今回もう予算に取られてもおかしくないよ、うん、罰ゲームじゃない、いや罰ゲームだ俺にとっては、罰ゲームだよ俺にとっては。いや競馬なんて無理無理、スケロクは FX 嫌がったりやるんだろう、だったら全一文句言うなよ。いやだから、いや俺は負けたら何も文句言わないよ、でも勝ったら言わせてもらうよ、うん、それは約束したんだもん。あと仲直りできてないけど、そのそういう俺が頑張って気持ちを伝えたら仲直りしてくれるって思うし、ただちょっと俺がインターネット環境ないからそれだけ貸してってお願いしたけど、
なんでそんなに予算で、いやだから予算が言ってきてんだよ毎日。予算が毎日なんか俺スケロクさんに言ってきてんだよ。俺は嫌がってんだけど、でも口だけなんだよ俺。嫌がっててその何もちょっと今してあげれてないから、だからここは俺の本来の得意技 FX で稼いで、どっかね、どっかあの子供と一緒に連れてって何も文句言わせないよ。ただ負けたらもう俺は負けたらもう多分終わりぐらいで頑張ります。終わりというかもうちょっと予算に何言われるかわからない。いや本気出します。いやマジでマジで今回命がもう今もう今までの今まで今までで一番本気出す、うん、3万あれば。いやだからユニバってこれ言ってないんだけど、ユニバってなんかみんな言ってるからあれなんだけど、ユニバじゃないユニバか分かんないけど、どっか連れて行くにしてもちょっと頑張ります。だから、今回 10月31日をもって今回封印していた FX を命がけで復活したいと思います。条件のもとに、元では3万しかちょっと本当は5万とかしたいところなんですけど、ちょっとお金がないのでできません。年パス買わないのって。いやだからもう表でやるからちゃんと負けるに1万かけれるぐらい負ける気がする。舐められてるよスケロクさんに、舐められてるよ。いやパソコンはあるんで壊れかけだけど、封印してなかったんだ。いや配信では封印してたし、スケロクさんにも大反対されてんだよ。 FX はやめてほしいって何回も言われてんだよ。でも今回俺の独断と意見で FX を復活させてほしいと直談判しました。最後のお願いだからっつって、うん、なぜならばじゃあ俺じゃあ なぜならば俺は今まで何なのかって考えたの。何にしてたって言ったら答えも一つしかないんだよ。俺は FX 相場に命をかけてきたことしかないんだ。そんな平和にね、平和にクッキーとかね、クッキーとかドミノとかしてる配信者じゃないんだよ、うん、俺は本来相場と戦ってきてる男なんだよ。ドミノ倒してワッキャッキャッキャしてる配信者じゃないんだよ。俺は本来の配信に戻りたいと思うけど怖い。今回でも本当に怖いのが、本当に冗談で負けれないから、冗談で負けたことないけど、今回本当に負けたらマジでシャレにならないというかあれなんで、今回だからお笑い半分で見る人は見ないでいい。俺本気でマジで勝つに行くトレードしかしないから、正直言って参考じゃない飯馬にはならない。今回はマジで勝っていくトレードしかしないから。トライアンド、まあいつからするのってことで、ちょっと早いんですが、明日からする予定ではあります。明日からする予定ではあります。
いや今からはできません、入金もしてないし、ちょっとあれなんで。返済、いや返済だからモヒカンにしたくないんだけど、いや今日負けるとモヒカンにして資金に回す。いやでもモヒカンしたくないんだよな俺。もうクリさんに返してからちょっともうボロ、もうもうあんまり本当にないけど、もうやるしかないか。モヒカンは怖いわ。え、モヒカンってなんでメタル社長までモヒカンって言ってんの。モヒカンなんで俺の見たいんすか。覚悟もそんなもんか。どういうこと、モヒカンにした方がいいってこと。でもモヒカンにしたら確かにと回せるな。もうモヒカンにして FX 復活する。モヒカンにした方が勝てるか。モヒカンにした方が勝てるか。いやモヒカンってどうやってするんだよ。俺できないよ一人じゃ。いや俺一人じゃできないよモヒカンなんて。誰にやってもらうんだよ。いやスケロ、いや俺ならいい、ならいい、わざわざ行きたくないっすもん。バリカン持っていこうか。どんだけ俺を、ま、モヒカンにしたいやつ多いんだよ。なんでみんなしたいんだよ。いやもうでももう正直言って、あの甘いこと言っちゃうと申し訳ないですけど、本当にクズなこと言っちゃうんですけど、今パチンコ負けたんで、正直言ってあの本来なら負けない予定で FX やるって言おうとしたんですけど、ま、負けて FX するって言ったんでちょっときついので、正直言ってあのモヒカンにした方がいいのかな。ありがとうございます。クリが今から行く。いやでも払った方がいいかな。モヒカンにしたくないな、絶対嫌だよ。外も歩けないよ。いや怖いな、モヒカン嫌だな。モヒカンで3万払った方がいいか。借金どうするんだよ。借金は俺の FX で返しますよ。いやもういや条件のもとで、あと借金はこれ以上絶対増やさない。でもここで甘えてまたクリさんとかにまた借りたらあれになっちゃうから、これ以上借金は増やさないもとで FX を復活させる、うん、これ以上借金は増やさない条件で、あ条件というか俺の中の縛りで復活する。そうしないとまたあれになっちゃうから。ケロクさんにも借金してる。ん？いや今回気合入ってる。だって本当に条件がかなりね、みんなにとってはどうでもいい、どうでもいいかもしれないけど、俺にとっては予算には合わせたくないんだよ、是が非でも、うん、でも今回負けた場合指を加えてね、家で何にもできないでね、指加えて予算とスケロクさんのねコラボとかなんかするか分かんないけど、イチャイチャをね俺は見ないといけないんで、だから今回絶対勝ちます。 ただ言わせてもらうけど負けなきゃいいから、
負けなきゃいいんだから、ロスカットされなきゃいい。条件としては12日までに 2,3 万円勝てばいい。簡単な話だ、簡単な話だ、簡単な話だ。3万円勝てばいいんだよ、簡単な話だ。俺にできないことはない、うん、いやガス代も払っちゃう、それでピッて、うん、5万稼いでガス代も払っちゃう、全部払っちゃうピッて、うん、だから今回マジで絶対勝ちます。でも負けた場合スケロクちゃんに完全に切られる可能性もあります。今もちょっと喧嘩してるけども、抱かれても文句言うなよ。いや、も文句言いません、はい、何されても文句言いません。何されても男のあれなんで、男の言ったことなんで。いや絶対マジで負けない。だから、ま、飯馬の人は見ない方がいい。マジで今回は勝つ、次回は分からんけど今回は絶対勝つから。なぜなら絶対に負けれないから、うん、抱かれてもいいのって。いや抱かれたら嫌だけど文句は言えないよ。だってその条件のもとで俺はトレードするんだから、うん、負けてねぐちぐち言ってたら俺も男じゃないでしょ、うん、勝ってどっかねお子さんとね子供と一緒に連れてけば俺の本気も伝わると思うし、パチンコいくら負けた？いや実質1万3000円です。昨日買った分入れたら2万3000円だけど、実質1万3000円、その今日の1万3000円も明日取り返します。 FX を始めたらもう何でも稼げるから、勝てるから、勝てるから。あ、キララさんありがとう。昨日もやってたのか。いや FX やることによっておいおい何考えてるんだっていう人もいるかもしれないけど、本来の俺は忘れてると思うけど FX なんだよ。だからやめてることが間違いだったんだよ。なんで俺はやめていたのか疑問に思ったよ。頭おかしくなって。あ、ありがとうございます。普通はそんな賭けなら負けるけやめるけど、どういうこと？応援する。いや捨てられてきた。モヒカンだけはやめなって。いやでもモヒカンにしないと3万円払わなきゃいけない。正直言って今3万円をポンとね、本来ならばクリさんに返さないといけないんだけど、ちょっと今、負けちゃったんで、ちょっと正直モヒカンしたくないけど、いや勝ったら、いや勝ったら何も文句言わせないよ俺スケロクさんに。これはちょっともう後で話し合うけど、勝ったら俺はスケロクさんに文句言わせないよ、うん、勝ったら、勝ったら黙って俺についてこいだよ。勝ったら黙って俺についてこいっていう。いや話してないのかって、いや細かいことは話してないけど、とりあえずちょっとすごいずうずうしいかもしれないけど、インターネットないから家だけ貸してほしいってお願いしました、うん、ちょっとインターネット環境がないんで FX が。スケロクさん、いやスケロクさんはだから
売り言葉に買い言葉か知らないけど、じゃあ負けた場合予算にあってもいいんだねって、あの負けた場合予算と別にあってもいいんだねって言ってきたんで、俺はもういや分かったって言っちゃいました。ま、負けるつもりないね。いや絶対勝つよ、絶対勝つ。なあの今回策がある、俺には絶対勝つ、絶対勝てるという。忘れてると思うけど、俺は小学からは勝てるんだよ。リスナーやめ、なんでモヒカンにしたらリスナーやめるの。いや FX がクズじゃないよ。忘れてるようだけど、俺はもともと FX 配信者なんだから、クズでも何でもないよ。原点に戻るだけなんだよ。原点に戻るだけなんだよ。別に何も変わってない。配信、いや、あの、あと条件とか約束ごとは、まあ、配信外で溶かしましたとか、今回はしないようにするので、全部配信中にやるんで、配信外で溶かしちゃいましたとか、ポチっちゃいましたは、あの、やめるんで。うん、泣かないよ。そんな泣かない。真剣なトレードするから。軍資金のために原付き売ろうぜ。いや、あとあの心配してくださる方もいるかもしれませんけど、借金はこれ以上絶対増やさないです、うん、今あるお金とかこれからあるお金のやるあれでやるわけで、うん、借金はまた増やしたらもうとんでもないことになるので、これ以上は増やさないで FX を、やるという。いやもう借りれない、もう借りない。だからまあそんな少額しかできないけど、3万までって、うん、ちょっと3万以上、いや本当は5万でやりたいんですけど、ちょっとそれ以上出すとちょっと後々の生活も考えると、まあ、でもボーナス入ると、まあ、6万に、あ、4万とか5万になるんで、クレジット。あとちょっとこれあのあれなんですけど、 IS6 っていう口座があるんだけど、俺昨日ねやろうと思ってね、口座また作ろうと思ってやったんだけど、なんだっけな、 X なんとかってあれ何なの、知ってる、詳しい人います？ X なんとか口座、 X なんとか口座、なんかクレジットがお金になるっていう、あれやった方がいいんですかね、うん、今なんかキャンペーンで X なんとか口座っていうか、ボーナスが本来ならば出勤すると消えるんだけど、そのボーナスもお金になるらしいんだけど、それって俺やった方がいいんですかね、そっちの方が得なんですかね、知ってる人いないの、誰も分かんないの、やめた方がいいのかな、罠あんのかな、え、いやいや、だからボーナスが本当なら架空のお金なんだけど、条件満たせば出勤できるんだって。だから3万円、あ、3万入れるとして 100% ボーナスで3万円、6万だでしょ、その3万円本当は架空のお金なんだけど、ある条件にすればその3万円も下ろせるんだって。やんない、危ないかな、危ないっていうか罠あるかな、罠があるのかな、あ、普通にやった方がいいのか、じゃあ分かりました、今回 IS6 でやらなくて FXGT というところで俺はやろうと思います。 FXGT で
はい、ちょっと IS6 はね、ちょっとあの確かにあのいろいろ出勤できないこともあるんで怖いんで。国内講座、いや無理だ、国内講座じゃ勝てない、短時間で2、3万円なんて俺勝てない。あの正直言って俺1日でも2万円稼ぐつもりでやるよ、うん、そしたらだってあの濃すいかもしれないけど、2、3万円買ったら下ろしたらもう負けじゃないからね。そしたらもうスケロクちゃん何も言えないんだから、うん、3万円増やしちゃって下ろしちゃえばもう俺の勝ちなんだよ、うん、俺の勝ちで。だから増やしたら出勤したらもういいんだよ。俺の場合悪いところはもっと増やそうとするからダメなんだよ。増やしたら下ろしちゃえばいいんだよ。だから今回マジで勝つ自信あります。まあそんな感じでね、 FX を条件のもとに復活するということで、メリットだけじゃないと思うけど、でも問題があってちょっとパソコンが壊れかけなんでうまくできるか分かんないけど、レバー上げるとすぐ買われる。いや種銭はだから3万円でボーナス入れて4万か5万になる、 4万ちょっとにはならないか。そんな軍資金はだから、いや3万を倍に増やせばいい、だから6万に増やせばいいんだよ。レバー1000倍ですね、多分 FXGT はレバー1000倍で、ちょっと帰らないとこれは店閉まっちゃってる。店閉まってるよ。ありがとうございます。配信してるよってどういうこと？今日返さないとモヒカン確定。どうする？モヒカンでもうやるしかない。それともモヒカン嫌だから3万円返す？でも3万円返すと俺正直言ってもう FX もいやどうしようかな。スケロクちゃん枠で呆れてる。え、ちょっと待って、スケロクちゃん呆れてるって、やっぱやめた方がいいかな。スケロクちゃんが呆れてるって、俺の男の発表に呆れてるらしい。俺の男の発表、いやでも結局はでももう今などうし、予算にねマウント取られてディズニー俺だったら連れてくよとかさね言われて、俺は何も言えないんだよ。言い返すこともできないし、だったら俺は FX でバンと増やしてね、どこでも連れてってやるよっていうね。まあ本当だったら働けよっていうところだけど、俺はもう FX しか思い浮かばない、うん、俺は FX でやるしか思い浮かばない。いや負けないよキララさん、俺が、負けるなんて今回ありえないから、マジで慎重にやるし、マジであの負けそうになったらもう損切りして土填するから。正直であのね、あの今の相場マジで勝てますよ、あの流れに乗れば。今のドル円ちょろいです、今のドル円ちょろいです。方向を見失ければ、方向を見失わなければ今のドル円ちょろいです。俺のじゃあ予想言っとこうか、予想ってか
明日言おうと思ったけど、今上がってるんですけど、もう一回下げてきます。介入というか、もう一回日銀が下げてきます。あ、日銀じゃない、もう一回なんか、もう一回下げてきます。だからどっかで S を仕込むしかないね、うん、どっかでショートを狙ったら確実に 2,3 万円取れる、うん、また上げてきてるからね。今日 みんなのコメントね、今日コメント見ててドル円上がってる上がってるって言われたんで、俺もねちょくちょくチャートをチェック、実は隠れてチャートをチェックしてたんですよ。俺も明日からの戦闘準備のためにね、あの俺も勉強のためにチャートをね陰でこそこそ見てたんですよ、パチンコしながらね。だから今回マジで勝てる自信しかない。12時は3万とか日雇いすればいい。だから日雇いしてどうすんの。本来の俺は FX 配信者なんだよ、日雇い配信者じゃねえんだよ、うん、日雇いなんて一般人だろうが、うん、俺は FX しかしてきてないんだよ。日雇いして稼いだ金で連れてっても俺は嬉しくないね。俺は FX で稼いだお金で連れてったら俺は誇らしげになるけど、日雇いで稼いだお金で連れてっても俺は嬉しくないね。 FX で勝ち取ったお金で連れてったら俺は大満足するんだよ。働くなんて誰だってできるんだよ。 FX で勝ち取るのはなかなか難しいんだよ。それをスケロクさんも分かってくれると思う。日雇いたってよ喜んでくれないよ、多分スケロクさん。日雇いで稼いだお金で連れてる喜んでくれないよ。いや、やめる。いや、もうやめない。もう俺は決めたんだ。うん、俺はもう決めたんだ。ただ、あの今回の条件としてはもうこれ以上借金も増やさないし、みんなに心配ね、心配真剣にしてくれる人もいるので、あのバカ、借金は増やさないんで、今ある、自分の中でできるお金でチャレンジして、でも負けた場合もちょっと今回はもうなんかちょっとスケロクさんも怒ってるんで、まあ怒るのは決まってんだけど、怒るに決まってんだけど、まあ怒られてるんで、負けた場合スケロクさんの条件を飲むことにします。女か、いや女かけてないよ、上、いや違う、俺が別に予算に合っていいよって言ってるんじゃないよ。スケロクさんが予算にじゃあ負けたら会いに行ってもいいんだねって言ったから、あいいよって言っちゃったんだよ、うん、俺が予算に会いに行けよなんて言ってないよ。いやキスされどうする。いやキスは嫌だけど、嫌だしもう想像したくないけど、でも あれだよ、それはもうもう指をくわえてみるしかない。もまあしないと思うけど、いや負けたらもうあの予算にあっても何しても俺あの言えないっす。いや別に、いや生かさないよ、今のだったら勝ったら生かせないよ、勝ったら生かせないよ。いや別れるかは分からないけど、予算に合わせることはあの
合わせるっていうか、予算のとこ行っていいってのはだ、あの了解するよ。いや俺、いや拷問の刑、クズ野郎の考え方、はあ、まあそんなことですね。スケロクさんの好きにしていいってことは、別れてもいいって捉えてもおかしくないよ。いやそれは、いやだから負けない、まあ負けないよ、負けなきゃいいんだよ。だから絶対負けないよ。だから、ま、負けないよ。だから、ま、負けること言わないでよ。どんだけ俺負けると思われてんだよ。勝てばいいんだよ。あの負けるっていうのはロスカットされなきゃいいんだから。ギャンブルというか、いやあのね、 FX はギャンブルじゃないんです。投資なんです。コメント読んでて、コメント でもあの、まあ、あの無理してやるんじゃないよ、あの FX は。でも今までやってきたのが FX 配信だから、やっぱり俺は本来のね、やっぱり FX な、やめなんで、やめなきゃ、別にやめる必要はないなと思って言っただけで、ただ借金をこれ以上だから増やさなければいいと思うし、ま、負けるのもあるかもしれないけど、ワンチャンだって、ワンチャンね、大きく勝ってね、大きく勝って借金も一気に返せるかもしれないじゃん。そんな ポジティブのこともね、ポジティブなこともあるんでね、一気に50万ってわかるし、どっか釣れ、だって今回別に俺はスケロクさんと、スケロクさんとあの子供をどっか連れていくために俺は頑張るんだよ FX を。え、スケロクさん怒ってんの今。俺の考え方はおかしいのか。そうだよ、FX やったら知名度ない。いやそうだよ、養分ね、みんなとも絡んでないよ正直言って。 FX してなかったら今のね、今の配信者さんたちとももう交流もないよ正直言って。FX をあの憎むな。 FX は俺に、確かにお金は溶かしたかもしれないけど、みんなとの出会いと素敵なことがいっぱいあったんだよ FX で。お金は確かに溶かしたけども、みんなとも出会えたのも FX なんだよ、そのきっかけはやっぱり FX なんだ。今いるここにいるね、長くいる人もね、俺が FX してなかったらここに来てないのでね。だからそういう原点に俺は戻ります。原点に、金の切れ目は弦の、いや今回か、いやもう負けなきゃいいんだよ。負けなきゃ、怒るに決まってる。いや怒ってると思うけど、今回俺はやりたいです。負けたらキス、いやキスは嫌だよ、嫌だよ、嫌だし、嫌だけど、いや俺は、いやキスは嫌だけど、
その行くことは止めないよ、うん、スケロクさんより、いや スケロクさんも大事だけど、いや配信スタイルのことを考えたらね、俺今まで何してたんだっていうと、やっぱり FX だったから、それをねやめるっていうのもねあれだから、キスは嫌ですけど、うん、考え方おかしい。どうしたんだよ。いや FX 配信者に戻りたいんだよ、原点に。ただ変なそのなんだろうな、今までみたいに無理とかしないけど、うん、今は FX は負ける。スケロクさん、よっさんのために何々言ってる、なんて言ってんのこれ、伏せ字で分かんないよ、なんて言ってんのこれ、よっさんのためにななんて言ってんのこれ。いや話し合ったんですけどね、よっさんのために死ぬって言ってる、どういうこと。どういうこと。いや延長、あれなんか延長できないな、これあなたが予告したから。どういうこと、予告って。考えた方がいいっすよ。ダメってことやったら、ダメってこと。いやでも俺はもう、なんでそこまでしてよっさんに答えを。いやなんかもうそれはね、いつぽで明日からの予定だったんですけど、ちょっとスケロクさんがなんか どうなんですかね、反対してるんですかね。あちょっとこれ枠延長できないわ、枠が延長できないの。いやスケロクさん死んだらダメだよ。なんでそんなことが重大になってるの。なんでそんなことが重大になってるの。俺はスケロクさんのために稼ぐって言ってんだよ FX で。ちょっと次枠。延長戦。